はい、こんにちは。エストポリス電機2実況第8回目ということでやっていきます。よろしくお願いします。前回は、ドラゴンエッグを集めるための回だったので、シナリオ的には進んでないんですが、前々回ですね、前々回は、何やったっけ、あ、真実の塔に行ってね、そのマキシムとセレナの愛が本物のものであるかどうかを確かめに行ったんですけど、まあ結局ね、そんなものに左右されなくてもね、二人は信じ合ってれば大丈夫みたいな感じでね、まあ、ことは済んだんですが、まあ、それをけしかけたエリーヌじゃないわあのアイリスがですね、あの割れた鏡を直したら、その鏡に映っていた姿はエリーヌだったということで、実はアイリスはエリーヌだったということがここで判明したわけですね。で、一行はとりあえずそのチャットの町にやってきてですね、でチャットの長老が山に行ったっきり帰ってきてないということで、今からドラゴン山というところに行くわけです。でドラゴン山っていうところにはですね、世界一難しいトリックっていうのがあるんですけれども、それを今回は、ついでにクリアしていきたいと思っております。その前に、源をとことん使ってね。ドラゴンエッグでドラゴンエッグを集めてもらったこの源セットを使ってですね、ガッツって何に影響するんやったっけ。あー、 IP の効果が上がるのか。じゃあもう外に全振りができないか。主人公全振り、もう使えない。知力は？アティアな。全部アーティーっていうのもあれやから、セレナに持っておくか。はい、もうむちゃくちゃなパーティーになりましたね。これで一回セーブしとくか。ゲーム的にはほとんど終わったようなもんですよ、もうこんなんね。さあ、またこのドラゴン山もね、またちょっと長いんですよ。長いっつって世界一難しいトリックが長いだけなんですけど、
もうちょっと見ながらどんどんやっていきます。長いな、とにかく長いんで。死なねえ。ナイス。ちょっともうガイはムキムキになりすぎてしまったんで。どうするんやったっけ。それ。ここは こいつこっち来おへんやんけ全然。来た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 。もう一歩。ドラゴンじゃあかんねえよな。こいつベヒモスじゃないと。だるいな。
あれここじゃないのか、下か。あー、こっちか。こっちでしたわ。カタンのドアなんてあったっけ。いや、もう終わってるよな。配置の仕方がえぐい。体力も多い。ハイパーウォーキック素晴らしい。さあ、ここやな。ここやったやろ。まだや。全然まだやった。待て、まだまだ先や。あ、違う。いやー、マジでこのフックとハンマーの切り替えストレス。あ、多分次あれやな、世界で2番目に難しいトリックやな。そんな名前じゃないけど。
これがとにかく大変なんですよね。もうめんどくさいんで。全然ちゃうやん。むずすぎやろこれほんまに。さあやってきました、ここです。何だっけ。できた、 K 覚えてるもんやな。世界一番難しいトリック。でもあれやねんよな、これこのままいっちゃうとやってないとこが出てきちゃうからしょうがないか。ね、こういうパズルがあるわけですよ。これサムネに撮っとくか。音楽好きやわ。結婚生活で流れてた秋の音楽ですね。じゃあ手詰まり。どうするんやったっけ。まあ知ってる人は知ってるパズルですけどね、これは。
意味がない。え、意味なくない？あれ意味ないよな。あ、詰まってしまった。ちょっとあかんな、これは時間がかかりすぎるから調べます。ごめん。これを入れ替えなあかんのよね。Thank you.
違う。来た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 、はい、めんどくさいのよここ。スレイヤーこれデュアルブレードより、デュアルブレードより強いから。
ますよ。アーチー死んじゃう。ちょやめて。だけか。全部下がっちゃうね。パワー底上げで。チャットの長老がいましたね。だ、誰かは知らんが、ここは危ない。そろそろドラゴンが現れそうなのじゃ。早く帰りなさい。じいさんの方がよっぽど危ないぜ。年寄りが一人でこんな場所まで来て。わしは波の人間とは違う。マキシム、こいつがそのドラゴンか。早く逃げなされ。心配すんなって、じいさん。俺たちも波の人間とは違うぜ。な、マキシム。ああ。スラッシュ。食らい方がえぐい。
お主たち一体何者じゃ。それにその波動は、波動を感じることができるのですか。波の人間とは違うと言ったはずじゃろ。そうか、その波動、指針と戦っておるのはお主たちだな。ええ、やはりな。それならばプレアマールに行けば。いや、しかし人間があそこに行くことなど。どうしたのですか。うん、そうじゃな、お主たちチャッドに来ることがあればわしの家に来てくれるのか。ええ、構いませんが、もしかするとお主たちの力になれるかもしれん。まあ詳しい話はわしの家でしよう。わしはチャットに戻ることにする。実は暑いのが苦手でな。ここはたまらんのじゃ。なんで来てん。山を出たいところなんですが、ちょっとアイテム回収が終わってないので、トリックがやばいっていうよりもモンスターが結構強力で鬱陶しいなっていう感じですかね。これは今残りの宝箱を回収しに行くところです。これで不意打ちはやめてほしいよ、マジで。こいつ5回攻撃やったっけ。攻撃は終わってるわ。この飛んでる袋はやばい。
これ連戦じゃないん。マジで終わってんだ。これは三連戦じゃないのか。ドラゴンお呼びじゃねえんだよ。集中して攻撃してやっと倒せるもんな。こんだけの装備を待てって。かぼちゃの秘跡がどんだけ強いねんっていう感じになってるわ。チャットに戻りましたよと。おお来たか。それでおじいさん、お話とは。うむ、デュアルブレード伝説のことじゃ。何か知ってるのですか。まあこれはわしの家に伝わる伝説じゃから、どこまで本当かは分からんのかな。それで構いません、話してください。わかった。デュアルブレードはプレアマールという国の女王がその場所を知ってるらしいのじゃ。プレアマール、その国はどこにあるのですか。ここから北北東に進むと三日月の形をした島がある。プレアマールへの入り口はそこの海底にあるはずだ、あるはずじゃ。プレアマールは人魚の国なのじゃ。人魚の国ですって。うん。そしてそのプレアマールの奥には海底の神殿があり、そこには一本の剣があるらしい。それがデュアルブレード。そういうことじゃ。
しかし人魚の国とはな、信じられん。そう思うのが普通じゃろうが、わしの家にはプレアマールが実在する証拠があるのじゃ。この玉がそうじゃ。この玉がプレアマールへの鍵となるらしい。この玉が人魚の国への鍵。それを持っていくがよい。え、でもいいのですか？大切なものなのでは。もし伝説が本当のことなら、お主たちが持っていた方が役に立つ。それに、もうわしには必要ないものじゃ。わかりました。ありがとうございます。この長老もね、ちょっとこの後に起こることを察してる節はあるんですね。というわけで、人魚の国であるプレアマールへ向かいます。確かすぐボス戦やった気がする。人間なのですか？一体どうやってここまで来たのです？まあこうナチュラルに人魚おるっていうのもなんかすごい。ベッドびちゃびちゃやし。私はこのプレアマールの女王マーリアです。この国に人間が訪れるとは思ってもみませんでした。一体どうやって海底洞窟のドアを開けたのですか？チャットの長老からこの玉をもらいました。チャットの長老から。それでその人は今どんな暮らしをしているのですか？え、お孫さんと一緒に幸せそうに暮らしていましたが。そうですか、それは良かった。このね、またこのチャットの長老とこのプレアマールの女王との間にまたちょっとね、直接的には書いてないけどいろんな話がありそうなんですよね。まあ、おそらくその昔チャットの長老がマーレアを助けたんでしょうね、なんかね。でお礼にその玉をもらったみたいなね感じなんだと思います。いやー、いいですね。ところでデュアルブレードという剣を知っていますか？デュアルブレード、そうですか。初めて会った時からその波動が気になっていたのですが、あなたたちなのですね、死神と戦っているのは。わかるのですか？私たちは人間にはない能力があるのです。話がそれましたが、デュアルブレードのことでしたね。海底神殿に眠る光り輝く伝説の剣のことは知っています。その剣がデュアルブレードかどうかは分かりませんが、その神殿はどこにあるのです？ここから北に行くと3つの小さな島が輪を作っている場所があります。その輪の中心に神殿への入り口があります。ですが、あの神殿は誰がいつ何の目的で作ったのか全く分かっていないのです。それでもあなたは行くのですね。ええ、そうですか。マーレア女王、神殿へ通じる洞窟の海流が変わりました。海流が？ええ、以前からその兆候はあったのですが、今日になって突然変わりました。それでどんな様子なのですか？海流のスピードはとても速く、一度入るともう戻れそうにありません。そうですか。まあこれであの洞窟に近づく者もいなくなるでしょう。それがこれは確かな情報ではないのですが。何ですか？そのプレア様がいないのです。プレア様はあの洞窟の周りで泳ぐのが好きでしたから。もしかしてプレアが？すぐに人手を集めて洞窟に向かわせます。いえ、行けません。海流が変わったのなら洞窟は危険です。近づいてはなりません。しかしそれにあの洞窟には幽霊船も出るとの噂も聞きます。良いですか？決して洞窟に近づいてはなりませんよ。わかりました。プレアさんというのは？私の娘です。すいませんが、私はちょっと用事ができましたのでこれで失礼します。洞窟に行くつもりなのですか？いえ、海流が変わったのなら死にに行くようなものです。それに娘も洞窟に行ったとは限りませんし、娘はきっとすぐに戻ってきますわ。それでは失礼します。
行くんやどう急いでるもんきっと洞窟に行く気よ心配だわでも行かないって言ってたぞ自分の娘が心配でない母親がいるもんですかそれよりも海流が変わったことの方が気になる海底で何かが動き出したのかもしれないそうねまあ、というわけで さっき言ってたその神殿のところに向かいます。どっかで装備を整えなあかんな。こういうね、と島があるわけです。ちょっと待てよ、どっか陸に上がらないと。海底の BGM もね、またいいのよね。ここは危険な場所です。すぐに地上に戻ってください。どうやらそんな暇はなくなったようですね。ジェレーナ、来るぜ。どういうことやねん。そろそろ死ぬんじゃない？ハイパーをキック。海流が収まったわ。あの幽霊船が原因だったのか。ジョー、無事でしたか。あなたたち、ここに来てはいけないと言ったはずですよ。そんな命令を素直に聞くほど腰抜けじゃありませんよ。ジョーと姫がいなくなって黙っていられるわけないじゃないですか。本当に聞き分けのない。でも、ありがとう。助けていただきありがとうございます。私、人間は自分勝手な人ばかりだと聞かされていたんです。でも、それは間違いだったみたいですね。そう簡単に判断してはいけません。人間に勝手な人が多いことは確かです。言ってくれるじゃねえかアーティ。それじゃエルフには勝手な奴は一人もいないとでも言うのか。人間よりも少ないことは確かです。それは絶対数が少ないからだろうが。あの、喧嘩はなさらないで。大丈夫ですよ、二人とも本気で喧嘩してるわけじゃありませんから。これがネタトークバトルはやばいよ。そうなんですか。
口喧嘩ができるのは互いに相手を自分と同じレベルと認めているからですよ。そうでなければ喧嘩になりません。そんなものなんですか。面白いですね、人間って。舐められてるよな。お強いのですね。チャッドの長老があなたたちに弾を託したのも分かるような気がします。あの弾はそんなに大切なものなのですか。そうですね、言うならば命の海流が、あの幽霊船が異常海流の原因じゃなかったようですね。そんなことより早く助けなくちゃ。まあそう慌てなくても何せ人魚だからな。溺れて死ぬこともないだろう。かといってほっとくこともできんだろう。それに俺たちの目的はこの奥にあるデュアルブレードだ。皆さん無事でしたか。ええ、なんとか。あのまま流され続け、気がついたらここにいたのです。何にせよ無事でよかったですね。ええ、でも素直には喜べそうもありませんね。どういう意味ですか。感じないのですか、セレナ。お前らしくないな。集中しろ、セレナ。波動だ。この波動はマキシム。ああ、指針の波動だ。それも今までのやつらよりも強い。マーレア嬢、早くここから脱出しましょう。我々が出口を探します。不用意に動いてはいけません。何か恐ろしい気配を感じます。だったらなおさら早く出口を探さなくては。あの建物周りが怪しいな。よし、行ってみよう。あー、なんてこと。むごい。その場所に近づけるのは選ばれし者だけだ。貴様たちなどにその資格があるわけがなかろう。誰だ。知りたくば来るがよい。もっとも貴様もさっきの人間のように死んでもよいというのならばな。よくも私の大切な民を許しません。そこに近づいてはいけない、セレナ。スレイ。私たちは先へ行きます。私たちは選ばれてるんですよ。神と戦える力を持った者として。神と戦える力。でもその力は神が与えてくれたものではないのですか。すべての聖は神がお作りになったものです。ではどうして神は自ら滅ぼすような力を持ったものを作り出したのでしょう。言われてみればそうだな。考えたこともなかったけど、どうして私たちはこんな力を持って生まれてきたのかしら。特にマキシム、あなたはその神様に会ったら直接聞いてやるさ。行くぞ。すごいところなんですよね。で、ここには何もないんですけど、この剣、これがデュアルブレードなのか。これ確かイニシエの洞窟の99階と同じ構造じゃなかったの。この音はデュアルブレードから出ています。止まった。俺じゃならないな、マキシム。ああ。人間でデュアルブレードを共鳴させられる奴がいるとはな。アレクティアス様が言ってはいたが、この目で見るまで信じられなかった。誰だ。我が名はディオス。指針の頂点に立ち、恐怖を司る神だ。指針の頂点に立つ神だと。そうだ。なぜ貴様たちは地上を滅ぼそうとするんだ。なぜ意味もなく人々を殺す。デュアルブレードだ。何。デュアルブレードは神の剣なのだ。だがこのデュアルブレードは共鳴を始めてしまった。それにどんな意味があるんだ。我々に抵抗しうる力を持った人間が地上に現れたということだ。ならば殺さねばならん。随分勝手な理屈だな。この世は強者が支配するものだ。そうなんだ。この地上は我が支配して当然なのだ。ふざけるな。このデュアルブレードで貴様を倒してやる。デュアルブレードが消えた。なぜだ。そうか、どうやら貴様にデュアルブレードを持つ資格はないようだな。そんなデュアルブレードを持たぬ者など我の敵にはならぬわ。地上が恐怖に支配されていく様をその目で見るがよい。ここはチャットなの。
ディオスが私たちをここにスイングさせたようですね。なんで奴がそんなことをするんだ。あれ、オレンジャーたちまた来たんだね。人魚の国は見つかった？ええ。なんか暗くなったぞ。ねえ、お空に島が浮かんでるよ。なんだって？いやー、来ましたね。地上の人間どもよ、我が声を聞け。我が名はディオス。指針の頂点に立ち、恐怖を司る神なり。平和な生活になれ、神への崇拝を忘れた人間どもよ、真の恐怖を味わうがよい。なんてことを。俺たちに見せつけるためにわざわざここに運んだのか。許せません。絶対に許すことはできません。自分たちの無力さを思い知ったか。ディオス、やるなら直接俺たちをやれ。戦う力のない人を襲うなんて卑怯だぞ。言いたいことがあるならここまで来るがよい。マキシム、どうします。あの島は空の上ですよ。クソ、手も足も出ないのか。どうすればいいんだ。というわけでね、チャットが滅ぼされてしまったわけですね。いやー、かわいそうに長老もね。というわけでチャットが壊滅してしまいまして、ここからどうするかということになるわけですが、それで、ポートラビアに向かいます。まあ、機械に頼るしかないっていうことになってくるので、助けを求めるわけですね。マキシムか、来ると思っとったぞ。虚空島のことだな。虚空島？名前がないと不便だからな。わしが名付けた。そうですか。それよりレクサさん、どうしても虚空島へ行かなければなりません。そう来ると思ってエクセリオンを飛行船に改造する設計を今やっておる。本当か、おっさん。本当にあんな船が空を飛べるのか。飛ぶのではない、浮くのだ。要するにエクセリオンに巨大な風船をつけるだけだ。設計はさして難しいものではない。ただエンジンがもう一つ必要なのだ。今積んでいるエンジンだけではパワーが足りない。エンジンを作ることはできないのですか。今のエンジンを完成させるまでに何年もかかっているのだ。すぐには無理だ。結局どうしようもないのか。いや、方法はある。どんな方法があるんです。この大陸の北にグラッセという王国がある。軍事国家で他の国との国交を断っている。だがそこの技術力は我々の数年先を進んでいるとも言われておる。特に戦車には強力なエンジンが積まれているらしい。しかしそんな国がエンジンを貸してくれるでしょうか。絶対に無理だろうな。何せ世界征服を企んでいるとの噂もあるくらいだ。指針だけでも厄介だってのに、人間にもそんなくだらないことを考える奴がいたのか。でもそれじゃどうやってエンジンを借りるの。有効的でないのなら方法は一つしかないでしょう。分かってるじゃねえか、アーティ。考えるまでもないことだ。どうするの。何か貸してもらえるいい方法があるの。黙って借りる。それじゃ泥棒と同じでしょ。それに見つかったらどうするのよ。その時は有無を言わさず借りるまでよ。それじゃ借りるとは言えないわよ。なに、世界征服を企んでるような国だ。これも世界平和のためだ。よし、話は決まった。レクサスさん、グラッセはどの辺りにあるのですか。一番近い国はダンケル公国だろう。そこの北にあるらしい。だが国には陸からも海からも行く道はないらしい。それじゃどうするの。いや、だが行く道がないとは言ってもどこかに秘密の抜け道はあるはずだ。そういえばダンケルク北の洞窟、あそこはどっかに通じていたんじゃなかったっけ。ああ、ルビーの天使が盗まれた時だな。行ってみる必要がありそうだな。ダンケルク北の洞窟にはそういう秘密があるわけですね。レベル的には十分クリアレベルに達してると思うんで、この後に関してはそんなに大変じゃないかな。
ダンケルク北にあるわけじゃなかったっけ。こうやったかな。思いっきりグラス王国に出てしまうわけですね。ここは何だ貴様たちは。怪しい奴らめ、動くなよ。とりあえず眠らせちまえ。おいみんな大丈夫か。いやまさか敵の城の真ん中に出るとは思いませんでしたね。安心してる場合か。おい新入り、少しは静かにしろ。出たー。最近の若いやつは礼儀を知らねえからな。まったくですね、ジミーの兄貴。ああ、お前たちは。ああ、てめえはあの時のマキシム。この二人は知ってるの。アルンゼ王国で王冠を盗んだ二人組だよ。あの事件の。てめえあの時はよくも邪魔してくれたな。もう少しで王冠をいただけたのに。泥棒を見逃すことができるか。ところでこいつらなんでこんな場所にいるんだ。そういやそうだな、またどうせせこい盗みでもやって捕まったんだろう。おうおう、舐めてもらっちゃ困るぜ。仮にもジミーとトミーは大物しか狙わない一流よ。そうよ、今回はここの王国、ここの国王の王冠がターゲットだぜ。また王冠を狙ったのか。懲りない奴らだな。俺たちにはポリシーがあるんだよ。難しい山ほどやりがいがある。俺たちの仕事は一種の芸術なんだよ。でも捕まったんでしょ。ま、ちょっと予定が狂ってな。そんなことよりお前たちこそなんでこんな場所にいるんだ。エンジンも、まあその、俺たちもちょっと予定が狂ったんだよ。マキシム、そんなことよりこっから脱出することを考えなければなりません。そうだな、セレナ、テザーは使えそうか。ダメね、ブロックされてるわ。牢屋なんだからそれぐらいの魔法はかかってるわよ。これだから戦うことしかできない奴らは困るぜ。牢屋の鍵も開けられないのかよ。お前たちだって逃げ出せないところを見ると開けられないんだろうが。へっ、こんな鍵なんぞ目をつぶってでも開けられるぜ。それじゃなんで逃げないんだよ。この先の部屋には兵が4人も俺たちを見張ってるんだよ。そいつらさえいなければすぐにでも逃げ出すぜ。俺たちは盗みの芸術家だからな。暴力は嫌いなんだよ。弱いだけなんじゃないのか。なんだと。弱くないってんならさっさと鍵を開けて見張りの兵をぶっ飛ばしてこいよ。どうせできやしないだろうけど。そうまで言われちゃ黙ってられねえ。そこをどきな。こんな鍵なんぞあっという間よ。おお、少しはやるようだな。俺たちが本気を出せばできないことなんてないんだよ。それじゃあばよ。ドア開けたまま行っちゃったわね。おそらく単純なやつらだな。ま、何にせよこれでこっから出れますね。しかしあの二人大丈夫でしょうか。大丈夫なことはないと思うけど、少なくても俺の知ってる限りでは大丈夫なことはないと思うぞ。少なくても俺の知ってる限りでは。
子はね、地味に長いというか敵が強いんですよね。なんだ貴様たちもこいつらと一緒に脱走したのか。あっさり捕まってやがるな。うるせえ、余裕かましてんだよ。脱走は罪が重いぞ。あの二人と同じように痛めつけてやる。そこの二人と俺たちを一緒に考えると後悔するぜ。ちょっとはやるじゃないか。そんだけ殴られてても減らずぐじだけは叩けるんだな。ところでお前たち歩けるか。余裕かましてるって言っただろ。あの程度で根を上げるかよ。それじゃあばよ。タフね。昔からタフだったよあの二人は。体力の多い敵が増えてるんでね、危ないです。ハイパーウォーキックしろ。それでも OK。出ていくんだっけ。
何もね。でもあれミラクロースやからな、取りに行かんでいいねんけどな、めんどくさいから。スルースルーを決め込む。あやばえっ、ー、と戦車戦ですね。牢屋から逃げ出した二人を捕まえました。ふん、この国から逃げ出そうとは愚かな奴だ。まあいい、ちょうど的が欲しかったところだ。この最新式の戦車の威力をお前たちに味わわせてやる。ありがたくしねえ。また捕まったみたいだな、あいつら。どうするマキシム、このままだと あの二人殺されちゃうわよ。見殺しにはできんだろ。人暴れするか。
私たちが本気で暴れるとこの国がなくなってしまいますよ。相手は人間です。軽い運動程度にしておきましょう。それじゃ行くとするか。その人たちを話しなさい。なんだお前たちは。あなたたちに用はないわよ。怪我したくなかったら引っ込んでなさい。なんだと。お前は魔法の一つはマジカルセレナ。やめてよその言い方は。そうか、こいつどっかで見たことあると思ってたけど、ルビーの天使が盗まれた時に洞窟で出会ったやつだったのか。あの時はよくも邪魔してくれたな。その償いはしてもらうぞマジカルセレナ。だからその呼び方やめてよ。もう恥ずかしい。しかしお前たちの方からこの国にやってくるとは一体何が目的だ。まずこの二人を返してもらおう。そしてその戦車のエンジンをいただく。なんだと。おいみんな聞いたか。こいつら自分の置かれてる状況が全く分かってないようですね。きっと恐怖のあまりおかしくなっちまったんですよ。我がグラッセ軍は世界最強の軍隊だ。そしてこの戦車はどんなモンスターよりも強い無敵の戦車だ。諦めろ諦めろ。どうあがいてもお前たちに勝ち目はない。ガイ、今何か寝言が聞こえましたね。眠ってそうなやつはいそうにないがな。それじゃ今のは寝言じゃないのね。だとすると今のはタワゴトだな。ふざけよって。おいこいつらをすぐに殺せ。あーしまった、ガレスの剣にしようよかったな。やっぱりさっきのタワゴトだったようだな。おのれ、この戦車の威力を見せてくれるわ。魔法があんま効かんねったっけな。しっかり王様が乗ってるっていうのが面白いよ。ハイパーをキック。回復の方がいいかな。
これ確か体力も結構多いのよな。この正面にちょっと目がついてるのが面白いよな。どないなデザインやねんて。いいね。バカな、クソ、こうなれば。まさかの最終手段、自爆っていう。なんだなんだ、知るごと自爆するつもりみたいですよ、セレナ。とりあえずポートラビアにスイングしたわよ。危ないところでしたね。そういえばあの二人をうまく逃げ出せたかな。きっと大丈夫だよ、あなたの奴らは簡単には死なないさ。いや兄貴、今回やばかったですね。ああ、さすがの俺さんもちょっとビビったぜ。それにしても兄貴、どうしてあいつらどうして俺たちを助けてくれたんですかね。さあな、俺にはわからんよ。でも結構いい奴らでしたよね。そうだな、ま、泥棒にはなれそうになかったけどな。ところで兄貴、これからどうします？王冠も盗み損なったし、もう金もないですぜ。お前何年俺の相棒やってるんだよ、トミー。あ、兄貴、そいつはあいつらが戦ってる間にこっそりいただいたのよ。ま、この辺りが俺様のすごいところだな。兄貴、やっぱり兄貴は最高ですぜ。当たり前よ。さ、これから街にでも繰り出して派手に飲み明かそうぜ。いいですね。そうと決まればこんな洞窟からさっさと出ましょうぜ。おうよ。ところでこの橋は落ちちまってるが、どうやって渡るのかな。さあ、ま、でもあいつらもこっから来たんだから、どっかに抜け道でもあるんですよ、きっと。それもそうだな。はっはっはっは。お気楽。レクサスさん、エンジンを手に入れましたよ。そうか、こっちもエクセリオン改造の設計図はできて出来上がっておる。メーベル、来てくれ。何でしょうか。メーベル、エクセリオンをドックに回してくれ。わかりました。改造にはどれくらいの時間がかかるんですか。天才のわしたちが全力でやるからな、すぐにできる。お、エクセリオンが来たようだな。よし、早速やろう。本当に改造してるんでしょうね。壊してんじゃねえだろうな。よし、できたぞ。早速動かしてみよう。すごい、これでエクセリオンは空を飛べるぞ。海中も空中も行ける夢の船だ。ありがとうございます、大切に使わせてもらいます。なに、ぶっ壊しても構わんぞ、いくらでも直してやる。思う存分に使ってくれ。それにあの島を、ディオスを倒せるのはお前たちだけだろう。必ず勝って帰ってきます。うん、お前ならきっとそう言うと思っとったよ。さあ行け、飛ぶときは赤いボタンを押せばよい。マキシム、この音はデュアルブレードの共鳴音か。いや、少し違うぞ。でも似てるわ。虚空島がナルビクの上空で止まりました。ナルビクの上でだと。どうしてあんな村に。ナルビクという村は何か変わっているのですか。ナルビクはシュマン島にある村だ。周りを山に囲まれている村でな、ほとんど外と交流がない。
どんな村でどんな人間が住んでいるのか全く分かっておらん。それにあの辺りにはシュマン、ストラダ、カミーノという名の3つの島があるのだが、それぞれに怪しい塔が立っておってな。わしらもあの辺りにはあんまり近寄らんのだ。しかしなぜそんな場所に虚空塔が。それとこの音ですが、どうやらシュマン島に立っている塔で鳴っているみたいです。何、シュマン島の塔でか。うーむ、虚空塔がそこで止まっていることと何か関係があるのかもしれんな。それとその虚空塔ですが、島の周りに激しい気流が確認されています。気流だと。しかも虚空塔の周りだけにか。はい、自然では考えられません。ギオスがやってるんだ。そうに違いない。私たちが行くのを邪魔する気ですね。まあ歓迎されるとは思っていませんでした。歓迎されるとは思ってませんでしたが。うーむ、しかしそれではエクセリオンでも近づけんかもしれんな。とりあえずなるべくに行ってみます。ここで考えていても仕方ありませんから。それに共鳴音も気になります。その塔があるのもナルビクがある島と同じですからね。そうだな、今は行動することが大切だ。ナルビク村はここから西に飛べばあるぞ。違う。はい、しかも移動速度が速い。というわけでね、ここが、この3つの塔がね、最後のダンジョンになるわけです。まあ、まずはナルビク村に。我々ナルビクの民は外界との交流を断ち、代々神に仕えてきたのです。しかしあの島にいる神は我々の仕えてきた神とは違います。あの神は完全な負の神です。人々に不幸しかもたらさない。どうして神にあのような奴がいるのか納得できません。あの島と指針が世界を滅ぼすのなら、私たちの信仰とは何だったのでしょうか。この村はやっぱね、並々ならぬ空気を漂わせてますね。おそらく地上で手に入る最強の武器を揃えているつもりです。全部ジルコン製にしてもね。魔力が上がるので。若いの名は何と申す。マキシムです。マキシムと申すのか。リサ、マリエル、クレア、来てくれるのか。どうじゃ、感じるか。ええ、強い波動を感じます。前から感じていた波はこの人のものです。
この人なら神の封印を解けるかもしれません。やはりそうか。一体何のことなんです？マキシムよ、聞いてくれ。我々は代々神に仕える者として生活を送ってきた。そして我々の祖先は神から鎧、盾、兜を授かり、それらを3つの塔に収めたのじゃ。塔はこのナルビク塔があるシュワン塔、北東のストラダ塔、北西のカミーノ塔に1つずつ立っておる。それらの品は神が封印をなされ、それを解くことができる者だけが手にする資格があると言い伝えられておる。だが今あの島が塔の上に止まっておる。おそらくディオスかその手下の者がそれを手に入れるために来ておるのじゃろう。それではもう封印は解かれてしまったのではないのですか？いや、封印は解かれておらん。ディオスは神だぜ。そのディオスでも封印は解けないのか？封印を解くには絶対に必要なものがあるのじゃ。それは一体この子たちじゃ。何ですって？この子たちはある波動に共鳴する能力を代々受け継いでおるのじゃ。ではその波動というのが封印を解く鍵になっておるのじゃ。共鳴している。マキシムさん、リサと申します。私を塔の屋上へ連れて行ってください。私が最初の鍵なのです。しかし私の身を案じてくれているのですね、優しい方。でも心配には及びません。私の能力はこの時のために代々受け継がれてきたのですから。言ってくれるな、マキシム。わかりました。さあ、といったところで、これからシュマン島、ストラダ島、カミノ島という3つの島に、3つの島にあるそれぞれのね、島に行って、封印を解いて、神から授かったアイテムをですね、手に入れるわけなんですが、まあ、ちょうどね、ちょうどっていうか、まあ、時間もいい具合になってきたので、この辺にしておきたいと思います。で、次回なんですが、シナリオ本編としては次回が最終回になります。次回一気にね、3つの島を攻略して、虚空島に攻めて、最終決戦ということになりますので、明日ですかね、明日、次回明日配信するんですが、明日で、メインシナリオは終了ということで、明日もぜひお楽しみにといったところですね。はい、じゃあ以上になります。ありがとうございました。